ヒラノ仕様、黒の枠を超えて、驚きの一手。ヒラノ仕様、ナイキの衣装でファッション界を揺るがす。皆さん、こんにちは。私はあなたのお気に入りのユスーバーで、今日は本当に興味深いトピックについて話しましょう。最近、黒以外の色を取り入れたヒラノ仕様さんのファッションについての話題です。彼がモスグリーンの服を着ている姿を見たとき、本当に驚きました。 黒が彼にぴったりで、イケメン度が急上昇するのは間違いありませんが、他の色でも同じように魅力的に見えることが分かりました。実際、彼が黒以外の色を着ると、その色が一層際立って見えるのです。今回は、平野紫陽さんの新しいファッションについて話しましょう。最近、彼は黒以外の色も取り入れたスタイリッシュなコーディネートを披露しています。モスグリーンの服を着ていたんですけど、本当に似合っていて、 ますますイケメン度が増していますよね。でも、彼が黒以外の色を着ると、他の色にとっては罪になってしまうんですよね。なぜなら、彼が着た色にはかなりの注目が集まってしまうからなんです。最近、彼はナンバー、アイグループのメンバーと一緒に CDTV の公式チャンネルにも出演しましたよ。その時に着ていたのは、なんとナイキの服でした。ナイキの服は有名ですよね。でも、 その服の紹介にはなんと3時間もかかったんです。それくらい彼のスタイルは魅力的なんですよ。さて、そのナイキのシャツの価格はなんと1万6000円くらいなんです。でもその価格に見合う価値があるんですよ。このシャツはナイキのテックフリースカーキスウェットシャツで、軽量な三層コットンの素材を使っています。暖かさと自然な動きを両立させてくれるんですよ。そして、同じ色のパンツもあります。 こちらも1万6000円くらいで手に入るんです。内側も外側も柔らかくて軽量なフリース素材を使っていて、寒い季節でも快適に過ごせるんですよ。平野史洋さんはシンプルながらも着心地の良い服を選んでいて、いつも元気に踊っていますよね。彼のファッションは快適さとスタイルを両立させているんです。そして、このナイキの服は手頃な価格なので、近い将来売り切れてしまうかもしれません。 皆さんもぜひチェックしてみてくださいね。さて、皆さんは平野紫耀さんの新しいファッションについてどう思いますかあなたならどの色が彼に似合うと思いますかまた、ナイキの服についてはどう思いますかぜひ、コメントで教えてください。それでは、また次の動画でお会いしましょう。さようなら、彼のファッションチョイスにおける色彩の多様性は、ファンや感情に新たなインスピレーションを与えています。 以前から彼は黒を中心としたスタイルで知られていましたが、最近ではモスグリーンの服を着ている姿も見られ、その華やかさが注目を集めています。黒が彼にとって特別な魅力を持っていることは間違いありませんが、新たな色彩の探求は彼の個性をより豊かに表現する手段となっています。さらに、彼のファッションの多様性はコミュニティ内での議論を巻き起こしています。彼が黒以外の色を着ることで、 その色彩に対する関心が高まり、ファンの間で新たなトレンドやスタイリングのアイデアが生まれています。これは単なるファッションの枠組みを超えて、コミュニティ全体の創造性や自己表現の幅を広げる一翼を担っています。また、彼のファッションチョイスがイベントやメディアに与える影響も見逃せません。最近の CDTV への出演では、彼がナイキの服を着用しましたが、そのスタイリングには大きな関心が寄せられました。 彼のファッションは単なる服装だけでなく、ブランドやデザインの知名度を高め、ファッション業界全体に新たな話題を提供しています。話はファッションの魅力だけに止まりません。彼がナイキのテックフリースカーキスウェットシャツを選んだ理由は、その機能性や快適さにもあります。このシャツは暖かさと動きやすさを兼ね備えており、彼のアクティブなライフスタイルと完璧にマッチしています。 最後に、彼のファッションが手頃な価格であることも注目に値します。これはファンや観客にとって彼のスタイルを手に入れやすくしています。ファッションは単なる見た目だけでなく、アクセシビリティや価値観を通じて、人々とつながり、コミュニティを形成する重要な要素であることを示しています。皆さんはどう思いますか平野紫洋さんの新しいファッションについてどんな意見や考えをお持ちですか 彼のスタイルやファッションに関するコメントをぜひシェアしてください。新たな視点やアイデアがどんどん生まれることを楽しみにしています。それでは次のファッションのトレンドについてまたお会いしましょう。